ピンク色のボブヘアが目を引くこちらの女性、まるで本物の少女のようですが、実在しないバーチャルヒューマンです。名前は今、若者を中心に人気を集め、 SNS の総フォロワーは100万人超え、企業の広告モデルにも続々と起用されています。これはまあ、日常の風景なんですけど、まあ、こういった表情とかを表現するのはなかなか他でもできないので、未だに人間だと思っている人はたくさんいるみたいですね。今を生み出したのは東京都のベンチャー企業。生身の人間と見間違えるほどのリアルな姿はどのように作り出しているのでしょうか。プロセスとしては、まずバーチャルヒューマン自体を、顔を作んなきゃいけないので、それを、ここでモデリングっていう作業があります。クオリティを左右する重要な鍵は骨格。作業は AI や合成技術に頼らず、数ヶ月かけて人の手で整えていきます。肌や目の色、そして眉毛の一本まで一切の妥協を許しません。人間じゃないっていう、人間って本当にちょっと違和感あるだけで、あ、これ人間じゃないなって分かる。それ風に作っても全然人間に見えない、まあ、ここまで作らないと人間の目って騙せないよっていうのはめちゃありますね、うん、企業もバーチャルヒューマンに注目しています。広告モデルに今を起用した野村ホールディングスに聞くと、従来の人物や風景、それからまあイラストではない、思わず目を引くようなですね、インパクトがまず必要なんだろうと。今さんの持つですね、まあ、未来感とか、まあ、これが我々の目指すブランドイメージと一致しましたので採用していくことに決めました。またバーチャルヒューマンならではのメリットもあると言います。イメージが、まあ、普遍的な点は、まあ、バーチャルならではの、まあ、利点かなと思います。不祥事というのもないですし、まあ、想定外の方向に、まあ、イメージが変わるっていうことがないっていうのはあると思います。企業広告や SNS と活躍の場を広げるバーチャルヒューマン。テクノロジーの発展でこんな未来が訪れるかもしれません。彼女自身も自我を持って喋り出すっていうタイミングも訪れるのがすぐそばまで来ているので、タレントに代わる立ち位置のバーチャルヒューマンも生まれれば、アナウンサーだったりだとか受付のシステムだとか、ゆくゆくは日本を代表できるようなキャラクター、もしくは日本を代表するようなタレントになるといいなと思ってます。